ローランド・ヒルは、イギリス郵便制度の改革者、ペニー郵便制の創設者、イギリスの近代郵便制度の基本概念を生み出した。近代郵便制度の父と呼ばれる。ただし、名誉革命以前に、ウィリアム・ドクラの手によるペニー美脚ができている。これは、ヨーク公時代のジェームズ2世が、ロイヤルメールの独占権侵犯をしつこく、プロパガンダして接収した。ローランド・ヒルは、ローランド・ヒル将軍の甥として、ウスターシャーのキッターミンスターに生まれた。彼は1833年まで教師であり、その後、実用知識普及協会の書記となった。1837年、彼が42歳の時、政府調査に対して、彼の着想を提案し、彼の最も有名な小冊子を出版した。この、郵便制度改革、その重要性と実用性では、英国郵便制度の根本的な改革、とりわけ国内で 0.5 オンスの重さまでの手紙に、対して1ペニーからなる、均一の郵便料金率を要求し、大きなセンセーションを巻き起こした。この要求は1840年に法案が提出され、ヒルは郵便局の職員となった。彼はペニーブラックの誕生を目の当たりにしたのである。彼は1846年に郵政次官となり、1854年には郵政局長となった。1864年に退職し、1879年8月27日にロンドンのハムステッドで死去した。彼はロンドンのハイゲート墓地に埋葬された。彼の像は彼の記事であるキッターミンスターに建てられている。今日トッテナムでは1840年代に彼が暮らしたブルース城に地方の歴史博物館があり、彼に関連した展示品が含まれている。後のジェームズ・チャルマーズの著書、1837年のペニー郵便制、発明家も法家は、ヒルについて書かれたものではなく、ペニー郵便制の考案者であるロード・ラウザーについてのものである。ローランド・ヒル賞は彼にちなんで命名されたものである。ありがとうございます。